よ。どうしたの？ギルドに何か用事？あ、ウェンディ、ちょっとお仕事でね。実はこういう依頼を受けてて。強盗グループの撃退？物騒だね。シェリア、こんなお仕事してるんだ。ちょっと前から追いかけてるんだけど、その強盗グループがこの町まで逃げてきちゃったの。え？大変。どうしよう。ごめんね、私がなかなか捕まえられなかったせいで。でも今度こそ見つけて捕まえちゃうから。シェリアのせいじゃないよ。悪いのは強盗の方なんだから。私も手伝うよ。ちょっと怖いけど、この町のため、シェリアのためだもん。え、でもいいの？危ない目に遭うかもしれないよ。シェリアだって同じでしょ。私の知らないところでシェリアが傷つくぐらいなら私も一緒に行きたい。ウェンディ、ありがとう。じゃあ頼んでもいいかな？うん、一緒に頑張ろう。強盗がいる場所は分かってるの？町の南の方で目撃情報があったってことは分かってるんだけど、潜伏場所までは特定できてないの。じゃあまずは聞き込みからだね。頑張ろうシェリア。うん、行こう。ベンディ、奴らは見てないな。ごめんね、ウェンディちゃん、力になれなくて。そうですか、ありがとうございます。なかなか情報がつかめないね。一体どこに隠れているんだろう。誰か助けてくれ。あ、何？今誰かの声が。あっちの方から聞こえたよ。行ってみよう。誰か。大丈夫ですか？大変、怪我してる。今直しますから。一体何があったの？歩いていたらいきなり誰かに襲われたんだ。やつら俺の大切な荷物を。くそー。それってまさか。うん、多分そうだと思う。犯人がどっちへ行ったか分かる？あっちの路地の方へ逃げていった。ってまさかジュウちゃんたち本気か？危ないぞ。ご心配なく、それが私たちのお仕事だから。よし、治療も終わりました。シェリア、急ごう。よし。ん？いた、あそこ。間違いない、私が追いかけてた人たちだ。け、あいつはラミオスケイロ。ここまで追ってきやがったのか。もう逃げ場はありませんよ。荷物を返してください。チェ、行き止まりか。しょうがねえ、力ずくで突破するぞ。ウェンディが愛するこの町で悪いことはさせないよ。
切っていきましょう。天竜の直撃、天神の舞、やったー。くそー、まさか俺たちが捕まるとは。なんとか無事に捕まえられた。よかったね。さっきの人の荷物も取り戻せたし、早く返してあげないと。おーい、君たち。あ、さっきのよー、ウェンディちゃん、お手柄だったね。ちっちゃくてもさすがフェアリーテイルの魔導士だな。いつの間にか人が集まっちゃったね。ウェンディの人気のおかげかな。なんだか恥ずかしい。恥ずかしがることなんかないよ。みんな喜んでくれてるんだから。やっぱりフェアリーテイルはこの町に愛されてるんだね。隣にいるのはもしかして大魔党演舞に出てたラミアスケールの。本当だ、ウェンディちゃんと戦ってた。大会見てたぜ、やっぱり強いんだな。やっぱり言われるとちょっと恥ずかしいかも。荷物取り返してくれたんだね、ありがとう。しかしギルドの魔導士だったとは。心配したのは失礼だったかな。いえ、どういたしまして。荷物が無事でよかったです。それじゃあ私たちはこれで。お疲れ様、ウェンディ。手伝ってくれてありがとね。ううん、無事に終わってよかったよ。ねえ、ウェンディ、お仕事を手伝ってもらった後で悪いけど、もう一つお願いしてもいい？え？どうしたの？改まって。今日、ウェンディと一緒にお仕事をして。ううん、その前にも、このギルドやこの町のことをいろいろ知って、私、ウェンディのこと、フェアリーテイルのこと、もっともっと知りたくなっちゃった。だって、ここにはたくさんの愛が溢れてるんだもの。シェリア。うん、そうだね。私も、このギルドやこの町のみんなが大好き。ね、だから、お願い。また一緒にお仕事しようよ。私にもっと、ここにある愛を教えて。うん、私ももっとシェリアと一緒にいたい。これからもよろしくね、ウェンディ。you
ここが元評議員のミケロの家だな。誰じゃ。フェアリーテールです。タルタロスがあなたを狙っています。しばらく身の回りを警護させてください。守ってやる。つうか守らせろ。気持ちは嬉しいが、はっきり言って迷惑じゃよ。だいたいどうやってうちの住所を。まあまあ、同じ猫仲間じゃない。誰が猫じゃ。あの、狙われる理由について心当たりはありますか。ありすぎてまとまらんよ。わしらに恨みを持つ連中は闇ギルドだけじゃないしね。恨みなんかじゃないわ。絶対に何か別の理由で評議員を狙ってる。思い当たる節はないの。いや、待てよ。まさかフェイス。全員伏せろ。あら、全員ぶっ飛ぶ思たんやけどな。現評議員みたいに。タルタロスか。誰やわれ。フェアリーテールの夏だ。始めるか、メイフガリオ。バケッコ。グレンフォーワーカーン。俺の呪法は触れたものを爆弾に変える力や。カリューの欲がけ。お前おもろいやんけ。が、一つ言っておくことがあるわ。俺の呪法は触れたものを爆弾に変える力や。お前、俺に何回触った。呪法は触れたものを爆弾に変える力や。カリューの結果。おっと、動かん方がええよ。カリューの結果。行くぞ、行くぞ、カリュー行くぞ、カリュー行くぞ、カリュー行くぞ。ガリューのゴーレ。お前も学習能力のないやつやな。また俺に触りよったか。コツはつかんだ。コツ？ふん。顔。な。くやいいんだ。ないわ。ないない、ありえへんて。まだまだ。
いける。もう効かねえぞ。燃えてきたぞ。タルタロスが使うのは魔法じゃねえ、銃砲。魔法の上位に存在する力、魔導士ごときには勝てんわ。爆破塔ガリューの爆弾に変える力よ。グレン下流拳抜かぬ太刀の形、天竜の逆撃抜かぬ太刀の形、行きます。任せて。
のせいか。無駄な大使の形で前陣行くぞ。ダリルの、これで決めます。俺ら悪魔に上等くれとんじゃねえぞ。これ悪魔、お前らみんな悪魔なのか。ほらね、人間ども、それがお前らの戦う理由か。俺たちは違うぞ。傷つけられた仲間のために戦う。敵は人間でも悪魔でも神でも何でもいい。力を貸してくれ、ラッサス。ライエンジーのゲッター。強敵だったわね。夏でも相打ちで精一杯。いや、勝っただそうです。倒したんだね。なんとか情報を引き出さないと。いや、ほんま参ったわ。ここまでされたんは初めてや。悔しいわ。すまん、教官。せめてこいつらを道連れに。落ちるわ。自身や死んでも止まることはないわ。地獄で会おうや。どうすれば、このままじゃ町が。そうはさせないぞ。ハッピー、ハッピー、早く逃げて。オイラたちはお前らなんかに負けないぞ。しくしょー。して差し上げました。タルタロスか。人間の書く物語など退屈ですわね。私が物語を紡ぎましょう。悪魔の物語を。来るぞ、リサーナ。エルフ兄ちゃん。違うんだ、体が勝手に。何をした。やめろ、今すぐやめるんだ。悪魔の物語に慈悲という言葉はありません。くそー、よせ。俺の体を勝手に。リサーナ、しっかりしろ。リサーナ頼む、もうやめてくれ。
頼む。人間が悪魔に物を頼むとき、それは悪魔に魂を売るときですわ。あなたは私に魂を売りますの？ミケロさん、話してください。世界中でこうして町が襲われてるんです。シロキーさん、フェリス、わしは何も知らん。本当に何も知らん。フェイス？フェイスは表銀が保有する兵器の一つ。兵器だ。表銀がなんでそんなもんを。で、何なんだよそのフェイスってのは。魔導パルス爆弾、大陸中すべての魔力を消滅させる兵器。大陸中の魔力を消滅？それじゃ全魔導士が魔力欠乏症に。それだけじゃない。タルタロスの使う力は魔法じゃなくて呪法だとか言ってた。全魔導士が魔法を使えず苦しむ中で、タルタロスだけが自らの力を使える世界。それはどこにあるんだ。奴らより先に俺たちがぶっ壊してやる。知らんのじゃ。本当に封印方法は三人の元評議員の生体リンク魔法だと聞いたことはあるが、その三人が誰なのかは元議長しか知らない情報じゃ。生体リンク魔法、三人の命が封印を解く鍵ってことは、タルタロスの目的は。情報を聞き出さなくても元評議員を全員始末すればフェイスが起動できてしまう。いただきます。いいパルファ香りですね。クロフォードさん、早速ですが。私たちはタルタロスを止めるため、まずフェイスを破壊しようと思います。その保管場所をお教えいただけないでしょうか。元議長でも知らない情報を奴らはどうやって手に入れたのでしょう。ならば生体リンクでフェイスを守る3人の元評議員を教えていただけませんか。私たちが全力でお守りいたします。そんな、本人も知らない。ではタルタロスは本当に元評議員を皆殺しに。どうやらお出ましみたいね。家を包囲されている。足音、20人はいる。来るぞミラ。切られたいものからかかってこい。フォトンスライド、テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよ。やっ、フォトンスライド、テイクオーバー。サタンソウル、どう？かっこよかった？
片付いたか。さすがエルザね。それにしても妙だ。エルザもそう思った。元議長という最重要人物を狙ってきたにしては手応えがなさすぎる。どう見てもただの兵隊だ。エルザ、どうした？ミラ、私、ミラ、さすがです。元議長、一度ギルドにご帰還ください。どうしたの夏、急に。急げハッピー。どうしたのナイツ。くそ、なんで気がつかなかったんだ。誰も現評議員でさえ知らないはずの元評議員の住所、それにフェイスのこともタルタロスはなんで知ってんだ。誰かが評議員の情報をタルタロスに流してんだ。誰かって？わからねえけど、評議員全員の情報を持ってる偉いやつ。エルザ、ミラ、いや、二人の匂いが少し残って。何があったんだ？ここ、ハーブの匂いが強いね。この匂い、睡眠薬だ、多分。もしかしてエルザとミラは眠らされて。くっそー！元議長はタルタロスの仲間だったんだ。だからフェイスのことも元評議員の住所もタルタロスに知られた。エルザとミラは捕まっちゃったのかな。必ず見つけ出す。ドラゴンの腹を舐めるなよ。目が覚めたかな。これは、ようこそタルタロスへ。タルタロスだと？ミラは？元議長は？元議長は我々の同志だ。計画成功後に再び評議員の議長となるだろう。そなたらは元議長の罠にかかり我々に捕獲されたというわけだ。バカな、元議長が裏切るはずなど。無駄な抵抗はよせ。その拘束具は魔風鉱石でできている。つながミラは、私の仲間はどこだ。殺してはいない。コナタの下僕にするためにこれから肉体を改造する。やめろ。そうわめくな。そなたには聞きたいことがある。ジェラールの居場所だ。そなたらが親密な関係なのは知っている。なぜジェラール？どこにいるか。いいえ、コナタの魔は人の感覚を変化させる。そなたの痛覚は今極限まで敏感になっている。いいえ、知らない。フェイスの封印を解くため我々は元評議員を皆殺しにするつもりだった。だがようやく封印してる3人の元評議員の名が判明したのだ。うち二人はすでに死んでいた。残る一人は、まさか。ジェラールが死ねばフェイスの封印が解ける。
そんな。おっと、少し口が滑ったな。これでは知ってても教えられんか。知らん。本当にジェラールの居場所は。ジェラールの居場所を言えばミラジェーンを返そう。言わねばそなたもミラジェーンを死ぬ。本当に知らないんだ。頼む、ビラを助けてくれ。そうか、もう少しこなたを楽しませてくれるのか。3人の封印者が判明したのですか。そうだ、元議長のスーパーアーカイブはすごい魔だと認めざるを得んな。ではこれ以上無駄な殺生はせずに済むのですね。3人のうち2人の封印者は今までの標的の中にいた。残る1人はジェラール。こいつを見つけ殺せばフェイスは起動する。フェイス、魔導パルス爆弾、とても恐ろしい終末の兵器。しかし我々にはそれが必要なのだ。ええ、分かってます。ジェラールさんは見つかりそうなんですの。エルザ次第だな。教科様は口を割らせるのは得意ですものね。そなたのマクロを使う手もあるが、それでは面白くない。それよりもフェアリーテールにこれ以上邪魔はされたくない。そこはお任せを。妖精の最後にふさわしい物語を用意しています。来い、セイラ、久しぶりに可愛がってやる。教科様。ここで間違いねえ。元議長の匂いがする。エルザとミラを探さなきゃ。